教えて、ね、博士この世で一番性格悪い奴は誰なのこの世を作った奴や,や。この世に他の生物の命を犠牲にしないと満たせない空腹というものを存在させ、わざわざ争いが生まれる環境を作った奴が一番性格悪いに決まっとる。教えて、ね、博士性教育が進むとどうなるのお前の人生が積む。 下ネタは性がタブーで卑猥とされる考え方の恩恵をすごい受け取る。だから性教育が進んで性が卑猥じゃなくなる日が来れば、その日がお前の命日や。教えて博士花カかっぱは友達に牛がいんのになんで平気で肉食ってんのサイコパスや。 わしはビーガンじゃないから肉食うことは否定せん。じゃが肉食ってる分在で山の富士と友達になり、さらにバーベキューにまで誘うサイコパスっぷりは、頭の中にも花が咲いとるとしか考えられん。あいつの思想が一番わからんわ。教えて博士メンタリストはなんでメンタリズムで炎上回避できひんかったもう教えることはない。その疑問を忘れず、これからも頑張れ。